ヨルン・エンバールは、スウェーデンのカーデザイナーである。エンバールは1942年に生まれ、引退するまでサーブのデザイン部門のトップを務めた。エンバールは、実務収集生として、サーブに入社し1960年代にシクステン、セゾンの下で、特にサーブ99や、フーンのサーブカテリーナのデザイン作業で、セゾンのサポートをした。 実際のところサーブにより受け入れられなかったその作品の後で彼はより進歩的なに座席スポーツカーをデザインしたがそれは結局生産されることはなかったオペルで短期間過ごした後1969年にエンバールはサーブでセゾンの後を継いだ彼は1992年までその地位にいたその間のエンバールの作品はサーブ EV-1 サーブ98 サーブ99コンビクーペ、サーブ900、900コンバーチブルであった。エンバールは後にサーブ9000となるフィアットとの共同プロジェクトも指導した。ゼネラルモーターズに吸収される前の1988年、エンバールはオリジナルの新世代の900をデザインした。エンバールはわずかなリソースからでも素晴らしいデザイン作品が生み出せることを立証した。 ありがとうございます。